そばに行っちゃった。学生の時からここでとか前の大衆でやってもらってました。中国に20年以上住んでたファミリーで、お母さんがいますけど中国生まれです。うちのこの大衆はタイ生まれで、下に俊君っていう子供がいて、仲良くやってます。インターナショナルだったんだよ。
でいろんなあのところに出てあのショーとか受けたりしてある天才的なあのプレイヤーなんで、もうしばらく聴いてみます。今の曲は何ですか、名前は。お祭りの曲で。お祭りの曲、お姉ちゃんは習って。次の曲は何ですか。次の曲は中国の古典な曲で、昔から弾いている曲で弾かれてます。